全部はうまくいかないんですけど、ほんの少しだけでもその人が変わっていく瞬間が見えた時っていうのがすごい自分の中のエネルギーになってます。この番組は北海道を愛し北海道の活性化を目指すボスたちと北海道の未来と経営について楽しく真剣に語り合う番組です。今回のゲストは今日はフューチャーフライトグループ代表鎌澤豪二さんにお越しいただきました。鎌澤さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。フューチャーフライトグループは2012年に札幌で創業、動物園や図書館、入国管理局など観光庁の業務を請け負うアウトソーシング事業をメインとした株式会社 FF と、障害者や難病患者、刑務所から出所した人々の就職支援事業を行う株式会社キャリアエディションを軸に、社会的に困難な立場にある人をサポートする新たなビジネスモデル、社会的企業を目指しています。鎌澤さんはご出身はどちらなんですか？札幌になります。あ、札幌で過ごした子供の頃っていうのはどういった、今振り返るとお子さんだったですか？そうですね、非常に元気よく活動していた子供だったんじゃないかなと思ってます。うん、子供の頃のなんか夢とかってあったんですか？ズバリ起業家ですね。子供の頃からもう起業家を目指していた？そうですね、自分でやはり何か立ち上げてやりたいという気持ちがありましたね。へえ。じゃあそれを叶えるべく勉強だったりとか、その興味の方向っていうのはやっぱりちっちゃい頃からこうたくさんあったんですか？そうですね、学生時代は、高校ぐらいまでは、遊びにスポーツにっていう感じだったんですけど、高校の終わりぐらいから少しずつまだ未知のビジネスのインターネットっていうのに興味を持ち出した。ほうほうほう、はい。鎌澤さんが学生時代ですから、インターネットが本当にこう日本に広がっていくまさにその時期ですよね。そうですね、僕が社会に出た時がまだヤフージャパンができたかできてないかの頃で、僕が高校生の頃は電話回線がアナログ回線の時代ですね。じゃあダイヤルアップで夜安い時間にインターネットつないでみたいな、そういう感じですか？まさにその時代です。ピーヒョロロロロってあの音が。そうですですよね。そうです。なるほど。あ、じゃあそこでインターネットと出会って、でその先学生からこう社会人に向けてっていうのは、やっぱりそういうインターネットの世界っていうのに飛び込んでいったんですか？そうですね、はい、大学に通いながらパソコンのプログラミングを習うという学校に通ってました。じゃあダブルスクールをされていたっていう。そうです。へえ。で実際社会に出てからはどういう企業に？社会に出てからこれがですね、はい、本当に社会には全くインターネットの世界が広がってなかったので、一生懸命通信とかインターネットの世界、ホームページの販売とかを一生懸命営業することになってしまったんです。東京でも当時ってまだそのインターネットを使ってというところまではこうビジネス領域としては達してる会社ってそんななかったってことですか？そうですね、東京の方がやはり進んではいたんですけど、うん、まだ ADSL というブロードバンドが生まれたばかりの頃だったんで、まだ全く日本にも広がりが少なかった、うん。はい、そこで実際に鎌澤さんがされてたのはどういった仕事だったんですか？そうですね、そこで、最初は営業というものをスタートしたんですけど、10年その会社にいて、その会社の10年間の間では2社、グループ会社の代表を務めて。大学卒業して入社して10年間で2社代表を務めたってことですか？そうです。新卒で10年間の間に2社の代表って結構すごくないですか？出世ですよね、めちゃくちゃ。そうですね、非常にベンチャーだったので、インターネットビジネスが大きく発展していく流れに乗ったんだと思います。でそれと今されているこうビジネスの間、ここはその企業に向けてっていうのはどういう動きがあったんですか？まず大きくですね、きっかけになったのが、僕が生まれ育った北海道の夕張市が破綻することなんです。ほう。夕張がですね、破綻してホームページのリニューアルとか IT 化で、送り込まれる形になります。あの時の夕張ってその、結構全国的に見ても結構ショックな状態というか、町が破綻するって
どういうことなんだろうみたいな。そうですね、まあ、正直言ってですね、そういう経験がなかったんですけど、破綻したって言われた町に住んでる人たちの気持ちってこれだけ悲しくなるんだなっていうのがすごく伝わってきました。結局ですね、その発信することによって、様々な有名著名人が町に来ていただいたりとか、まあ、少し下世話な話ですけどお金をいっぱい集めることができたりとか、うんうんうん、少しだけですけどインターネットのパワーを使って町の人に勇気を与えることができたんじゃないかなって思ってます。それが先ほどきっかけというふうにおっしゃいましたけど、そのきっかけが実際にこう芽を出してこう実を結んで起業に行くまでっていうのはどういう流れなんですか？数年間、IT の会社をのサポートをいくつかの会社でするんですけども、やはり僕は人生の前半をインターネットの黎明期、まあ、インターネットの夜明けに全てをかけたんで、後半は昔から思っていた人の支援をしたいと思って、うん、まあ、人の支援に入ってきます。うん、で起業をされるということになるわけですね。そうです。最初に作った会社っていうのはどういった事業をこう展開していく会社になったんですか？それがですね、ちょっとお恥ずかしい話、お金が全然なくてですね、お金を稼がなければ本当に人の支援もできないということで、観光庁のアウトソーシングの仕事を少しずつ受けていく形になります。観光庁のアウトソーシング、当時でいうとどういった事業ですか？それはなんか、そうですね、当時でいうと、例えばですね、観光庁が持っている施設の管理をしたりとか、はい、受付をしたりとか、はい、そういうのをまあ一括で請け負って外でやるっていうことですよね。はい、そうです。で、まあ、それで少しずつきっと稼ぎも出てきて、で自分がやりたかったその人を支援するっていうところにはどれぐらいでたどり着くんですか？もともと障害者支援をやろうと思ってたんですけど、会社で車でですね、事故ってしまって、はあ、まあ、身体障害になる車椅子になる子が出てしまったんです。はあ、それでもう待ったなしだということで障害者の施設を作りました。はあ、ご自身 の, その、まあ、抱えているスタッフの中でそういった境遇になってしまった方がいた。そうです。これやらなきゃいけないっていう状況がそこで生まれたわけですよね。はい、でその後っていうのはどういうふうにされたんですか？これがですね、はい、今障害者とか出所者とかシングルマザーとか、まあ、さまざまな人の支援をしているんですけど、みんなつながって出会っていくんですよ。ほうほうほう。出所者を見ていたら、そこで紹介してもらったのが家や食べ物もない人だったり、うん、そうやって一個一個支援してきたら今の、まあ、グループの大きな支援する会社の形になりました。うん、出所者の方との出会いというのはどういうタイミングだったんですか？出所者との出会いっていうのは、障害者の人を見ていたら、出所者だっていうのを隠れて、職業訓練に来ている人がいたんです。そっかそっか、障害を抱えている方だと思って話してたら、実はその方は出所者でもあったっていう。そうです。はあ、それはでもなかなかやっぱり言いづらいこと言うと、なかなか職に就けないみたいな、そういう現状があるんですかね？そうですね、実際には出所者の7割の人が仕事がなく、再犯して刑務所に戻っていく形になるんですけども、もちろんそのすんなりではないんです。うん、今でも会社の中では、ハレーションが起きることもあるんです。はい、ただ誰かがやらなければ仕事のない方の7割が再犯します。うん、それは町に不幸なことが起きる。うん、そしてその方は1人当たり年間で400万とか500万の維持費がかかる。これはみんなの税金なんですよ。うん、だから誰かがやることによって町から犯罪再犯が消えたり、みんなのお金が使われなかったり、うん、人を不幸にしてた人が人を幸せにする側に回ったりすることができる。うん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 、全部はうまくいかないんですけど、ほんの少しだけでもその人が変わっていく瞬間が見えた時っていうのがすごい自分の中のエネルギーになってます。それをこう見た時っていうのは実際どんなこう思いになるものですか？そうです、例えば先日で言うと、出所してきた者が頑張って会社の中で、まあ、リーダーとか昇格するシーンがあったんですね。はい、まあ、そのシーンっていうのがやっぱりちょっとグッとくるものが正直ありましたよね。
長いこといらっしゃったんですか、その方は。もう1年以上はいるんですけども、うん、その1年続くだけでも本当に難しいんです。はい、まあ、実際には本当にこう走馬灯のように、うん、まあ、1年間頑張ったなっていう思いがあって、うんうん、ですね、うん、まあ、本当に嬉しいシーンでしたね。うん、でもそういう人たちを一人でも多く、そういう、まあ、ご本人もきっとなんかこうやり遂げたとか、こう認めてもらえたみたいな気持ちきっとあったと思うんですけど、そういう思いをする人を一人でもたくさん作りたいなっていう思いがやっぱあるわけですよね。そうですね、やっぱり人には可能性があると思うので、うん、やっぱり人がこう変わっていく姿が、多分僕もそうですし会社の成長にもつながっていくって思ってるんですよね。じゃあまたそうやって働いてこう何かこう成果を得て喜んでる人の姿を見たいですね。そうですね、そこが一番嬉しいですね。はい、今実際にこう取り組んでらっしゃることで、会社で、やってることってのはどういうところが一番大きいですか。今大きくですね、これからまあ、力を入れてやってるところっていうのが食料支援になります。食料支援、はい、具体的にどういうことをされるんですか。食料、まあ、食べ物に困ってる人に対して月に何回かですね、はい、弊社の本社に集まってもらって食料配布会を実施してます。あ、やっぱりそれを必要とされてる方が多いってことなんですか。そうですね、1回でだいたい100人ぐらい来ているので、やはり近年の物価高騰とかによって、うん、ものすごい数で増えていっているっていう実感はあります。実際にそれをされて、これやっぱ継続してやっていかなければいけない課題問題だっていうふうに認識されてます。今6人に1人のお子様が、貧困だって言われていたり、人口の15分の1が、まあ、障害をお持ちだったりとか、多くの働けない人っていうのが増えてきているので、うん、食料訓練とかも合わせたり、出所者支援もそうですけど、食料支援も合わせてフォローしていかなければこの国が成り立たないっていうふうな感じで思ってます。今こう実際にグループとして、まあ、会社をこう束ねてらっしゃる立場として、ボスとしてこう大切にしていることっていうのはどういうことですか。そうですね、人を信じることですね。信じること、はい、うん、どういうことでしょう。まず人を信じて、行くっていうことが大切なんですよ。どうしても僕らって、大人になっていくにつれてさまざまな目を持つことができてるんですよね。うんうん、それによってこの人は一体どういう人なんだろうっていう観点で入っていくんですけど、子どもの頃は純粋にただ単純に目の前のことを楽しんだり遊んだり信じたりできてたと思うんですよね。うんうんうん、なので僕はさまざま出会う人に対して、うちの会社で出会っていく、まあ、育成していく人に対して、まずは信じることから入っていくってことからやってます。うんうん、信じるとたまに傷ついたりもしますよね。はい、それでいいんだと思うんですよね。多分、裏切られてもいいとは思っていて、うんうん、だけど裏切ることだけはやめようと思ってることにちょっと近いのかもしれないですね。なるほど。はい、鎌澤さんのお話伺ってると、やっぱりこう会社として今されているその事業を、その社会のためであるとか、その方のためであるとかっていうのをこう長く続けていくためには、ある程度会社を回していかなければいけない。まあ、例えばその福祉っていう言葉だったりとか、社会支援だったりっていう言葉にまとめられるようなものって、こう何かこの世間で言うと、こうそれは別々のものみたいなことを思ってる方結構多いと思うんですけど、鎌澤さんの中ではそれを両方やられている立場としてどう思いですか。福祉とかを利用した、医療を利用した形で、儲けるみたいなことではちょっと間違ってるのかなと思ってて、そういうことで考えられてるんじゃないかなと思ってて、僕は福祉とビジネスはいつもハイブリッドであるべきだと思ってるんです。大きな観点で言うと、社会の中で出所者もいてもいいし、出所者の活躍の場があってもいいと思うし、 LGBT の活躍の場があってもいいと思うし、難病の方が働ける場所があっても、そういう方が生きていける場所とか、それは
小さな頃からの学校が分け隔てなくやることだったり、我々社会がやることだったり、高齢化社会の中で、みんなと一緒にやっていくことと同じじゃないかなと思ってます。鎌澤さん、今一旦東京には出られましたけれども、この北海道を軸にした今お仕事されてるっていうのは、これからに向けてもどういったこう思いっていうのがありますか？私どもの北海道はやはり一次産業が非常に強い場所だというふうに思ってます。今社会は労働者不足で、僕は多くの困難者とかと向き合ってます。この困難者、障害とか出所した方とか、ヤングケアラー、シングルマザー、さまざまな方いますけど、こういう方を元気にすることによって、この一次産業、衰退している今一次産業を僕らの力で、フォローしていきたいっていうふうに思ってます。なんかこれからいろいろ大変なことを待ち受けてるんだろうなと思ったんですけど、今日鎌澤さんの話聞いて、なんか力強さを非常にいただくことができました。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。